皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。日向坂46が宮崎、日向宮崎県総合運動公園で行われた、日向フェス2024の翌日、9月9日に、スヌーピー・ラブズ・ネーチャー・チーム・アップ。イン・日向フェス2024を開催。メンバーがスヌーピーと一緒にゴミ拾いを行った。写真、スヌーピーに笑顔で手を振る川田ひな平尾を放つ。 可愛いが詰まったコラボショット。スヌーピーでおなじみの PEANUTS が実施するクリーンイベントとコラボレーション。日向フェス2024は日向坂46と宮崎県のつながりを背景にした大型フェスで、宮崎の地方創生やサステナビリティにも日向坂46らしい楽しいアプローチで実施。そのの取り組みの一環として スヌーピーやチャーリー・ブラウンでおなじみの PEANUTS が実施しているクリーンイベント、スヌーピー・ラブズ・ネイチャー・チーム・アップとコラボレーションし、今回のスヌーピー・ラブズ・ネイチャー・チーム・アップイン・ヒナフェス2024が実現した。フェスの翌日、事前抽選で日向坂46のファンと PEANUTS ファンクラブから合計約300人の参加者が集まり、 フェス会場の日向サンマリンスタジアムのある日向宮崎総合運動公園に集合参加者たちは当日配布されたエコバッグにもなる記念の緑色のビブスとロゴ入り軍手を着用し会場は留意層にまた自然との一体感が感じられるデコレーションが施されイベントのテーマにふさわしい環境にさらに 会場には高さ約3 5メートルの大きなスヌーピーバルーンが登場。参加者はイベントの参加記念に、キュートなスヌーピー、ウッドストックのバルーンと一緒に記念写真を撮影していた。今回のクリーンイベントや p e a n u t s の活動について開会式で説明。開会式では p e a n u t s の活動について説明。p e a n u t s は、 思いやりの輪を広げるプロジェクト TakecareWithPEANUTS をグローバルに推進しており、今年の国内活動では CareForTheEarth 地球への思いやりに焦点を当てており、いつもより少し地球のことを意識しようという思いを込めた SnoopyLovesNature というテーマが展開された。PEANUTS が応援する自然のための取り組みとして、 町や海をきれいにするクリーンイベントが全国各地で開催されており、今回は日向宮崎総合運動公園で、日向フェストのコラボイベントとして実施されることに。PEANUTS がこの活動を始めたきっかけや思いについて、スヌーピーが登場するコミックの中には、自然や地球を思いやることの大切さがたくさん書かれています。 キャラクターや楽しいことを通してそういったメッセージを伝えていきたいと思い、去年から活動をさせていただいておりますと説明があり、さらに日向坂46さんでも色々と SDGs の取り組みをされていると思いますが、その中で日向坂46チームの皆様にお声掛けいただきまして、同じ方向を見ていたということから、今回ご一緒する取り組みとなりましたと発表された。 メンバーが日向フェスの感想やこの日の意気込みなどを明かす MC の本日のゴミ拾い活動にご参加いただくサプライズゲストをお呼びしたいと思います日向坂46の皆さんですという呼び込みとともに日向坂46のメンバーが姿を見せるこの日はキャプテンの佐々木久美や加藤志保佐々木美玲東村名川田ひな 富田鈴香、松田好花、高橋美久虹、森本麻里、石塚玉置、清水梨央、平尾ほなつ、平岡くらげ、山下はるかという企画参加を希望し、スケジュールにおいても参加可能だったメンバー14人が完全当日サプライズで登場。ライブ翌日のメンバーたちのまさかの登場に、会場は大きな歓声と感動の声に包まれた。 前日まで行われていた日向フェスの感想を聞かれ佐々木組は本当にこの日向フェスで宮崎の皆さんやお日様の皆さんの愛をたっぷり感じることができてその皆さんにもっと恩返しをしていきたいなと改めて思えるようなフェスでしたと回答加藤はすごく大きな規模のフェスでたくさんの方のご協力があってこそ開催できたはずなので 本当に人の温かかさを感じですごくく楽しくてかった美森本まりは宮崎で開催されるライブということで地元の方々がステージに出演してくださったりと本当にこのライブならではの演出もたくさんあって大好きな宮崎の魅力を皆さんと一緒に共有できた感じがして嬉しかったですと振り返る今回のイベント参加について清水リ央は宮崎でひなたフェスを開催するにあたって ご協力いただいた温かい宮崎の皆さんと豊かな宮崎の自然にたくさん感謝をしていて日向坂46のみんなとチーム日向坂お日様の皆さんと一緒にたくさん恩返しができたらなとすごく思いましたし今日のゴミ拾いをするにあたって来る前よりもきれいにという意識を持って皆さんと協力してゴミ拾いしていけたらいいなとすごく思っていますと意気込み最後はスヌーピー 日向坂46参加者が一緒に写真撮影を行い開会式を終えたメンバーと参加者は楽しくゴミ拾いに勤しむクリーンイベントでは日向坂46のメンバー14人と参加者300人は3つの班に分かれそれぞれのエリアに移動トングとゴミ袋を手に持ってゴミ拾い活動に取り組むことに気温は30度近くまで上昇し 暑い中での作業となったが、参加者は適宜水分補給をしながら楽しく活動。参加者たちは楽しみながらも真剣にゴミ拾いに取り組み、父親と一緒に関東圏から来たという男の子はボランティアに参加したのは初めてでしたが、心が気持ちよくなりましたと、楽しみながら地域に貢献できたことに感謝。友人2人で参加した女性は、メンバーと至近距離でゴミ拾いができて感激でした。 ボランティア初めて参加しましたが好きなグループとコラボして自然に良いことができるのは良いイベントだなと感じましたと環境への意識を変える第一歩となったと話す約1時間の清掃活動を終え参加者とメンバーは集めたゴミを分別しクリーンイベントは終了参加者に対してメンバーからゴミ拾いに参加してくれたことへの感謝と日向フェスの来場者がみんな きれいに会場を使い、自主的にゴミを捨てないようにしてくれたことへの感謝を述べ、大きな拍手に包まれる。イベント終了後、佐々木久美は、こういうイベントに参加するのは初めてでしたが、私自身の心も現れました。なかなか会場の周りを歩くという機会がないので、こんな素敵な街でやらせていただいたんだという実感がより湧きましたと感想を語った。どう思いますか 気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。